ファイナルファンタジーシリーズファブラノバ・クリスタリス、ファイナルファンタジーファイナルファンタジー13、ファイナルファンタジー30-2、ファイナルファンタジー30-2は、スクウェア・エニックスから2011年12月15日に発売のコンピューター RPG で、ファイナルファンタジー13の続編にあたる。続編に、ライトニング・リターンズ・ファイナルファンタジー13がある。 2011年1月18日に開催されたスクエア・エニックスファーストプロダクション・デパートメント・プレミアにて制作発表される。その後、同年9月15日に同年12月15日発売予定であることが発表された。今作は前作と異なり、最初からプレイステーション3と Xbox 360の両機種で発売されることが明らかにされている。 また前作と同様に PS3 本体同梱本番の発売も行われる。日本で発売された XBOX360 版は前作が英語音声だったが今作では日本語音声となっている。本作の物語は前作の舞台となった世界とは異なる世界を舞台に XBOX360 版の初回特典として付属された書き下ろし小説。 エピソード愛をプロローグとし、再生への祈り。を、キーワードに、前作で描かれたパルストリンゼのストーリーに新しく、エトロを絡めた、人が神に背いていたものはそして人はそれをどう受け止めたをテーマとした、前作の戦いは本当に正しかったのか、最後に起こった奇跡とは何なのかという部分が描かれでストーリーそのものの、長さは、前作と同等か。 若干短めだがやり込み要素が非常に多くなっている。本作の制作は前作をプレイしたユーザーから続編を望む声が多かったことに加え、スタッフにもライトニングという人間をもっと描きたかったという思いがあったため決定した。キャラクターは前作で登場したキャラのその後も描かれ、新たなキャラも多数登場する。 ストーリーは同じナンバリングタイトルとその続編であった FFX と FFX-2 の時とは異なり、前作よりもダークかつミステリアスでシリアスなものとなり、世界観やストーリーの路線を崩さないようにしつつも、ゲームプレイ部分の新しさを出すためにシリーズ初となるマルチエンディングが採用され、探索要素も前作より強化されている。バトルシステムは 前作の a t v をさらに発展させたものとなり、ロールをより戦略的に組み合わせてほしいという考えから、モンスターを仲間にできるようになっている。ビジュアルは、前作が当初ダークファンタジーをイメージしていたがその後、明るい方向にシフトしたので今作では、ダークファンタジー路線を引き継ぐというコンセプトのもと、シュールレアリズムかつ、ダークをテーマとして作成されている。 制作発表時に公開されたムービーは、神話に登場する可視世界と不可視世界のギャップを出すという意図から、あえて前作とのつながりを把握しづらくしている。前作のセーブデータを引き継ぐことで、専用の特典やカジノのミニゲームの当たる確率が上昇する等のボーナスを得ることができる。引き継ぎの内容は、前作をプレイした人としていない人の差をできるだけ。 なくしたいという考えからゲームに直接影響を出すものではなくなっている。メディアクリエイトの日本国内における調査では、両機種を合わせた初週販売本数は53.4万本であり、同じ期間で150万本を売り上げた前作 FFXY の約3分の1となった。また、NPD グループが集計したアメリカ合衆国における 月間ゲーム販売本数集計においても、FF13 から2の発売初月の販売本数は35万本であり、前作 FF13 の初月130万本から73%のダウンとなった。無料体験版の配信を2012年1月10日から、北米の PlayStation Store と Xbox Live で開始し、11日には、欧州の PlayStation Store と、 Xbox Live でも同様に開始した。北瀬によると、ゲーム本編はセラノエル編のような位置づけであり、他にもライトニング編のようなキャラクターごとのエピソードが存在しており DLC のスノー編、サッツ編、ライトニング編だけでなく小説のフラグメンツビフォーやフラグメンツアフターでも FF13 の後のキャラたちの行方についてが紹介された。 2011年12月15日 PS3 動懇版 PlayStation 3 Final Fantasy XIII-2 Lightning Edition Ver.2 が発売2013年7月18日 FFXE-2 の Ultimate Hits 版と Final Fantasy XIII-2 デジタルコンテンツセレクションを発売本作ではフィールド上で棒栗の頭部が点灯することがあり 点灯した場所にはアイテムが隠されている。隠されたアイテムは R1 ボタンで実体化させることができ、実体化させた後は普通のアイテムと同じように入手できる。また、ストーリーをある程度進めると、モーグリを投げてより広い範囲を探索できるようになる。近くに NPC がいる場所で、モーグリ関連のシステムを使うと、NPC がそれに応じた反応をすることがあるがこれは、 プレイヤーの取った行動に対するリアクションとして取り入れられたものである。本作で導入された新システム。主にキャラクター同士の会話中に挿入され、掲示されている選択肢の中から一つを選び、受け答えの内容や行動を選択していく。単なる選択肢だけでなく、ボスとの戦い方等も選択することができる。 ライブトリガーが導入された理由は前作はストーリーを中心として物語が進行したため今回はプレイヤーを中心としてプレイヤー自身が選択肢を選ぶことで物語が進行していくようにしたかったためであるライブトリガーの選択肢は自分の好きな選択肢を選んでほしいという方針から物語の本編には影響が出ないようになっている ファイナルファンタジー13バトルシステムも参照本作の敵とのエンカウントはフィールド上に敵が見えていた前作とは異なりフィールド上で一定時間が経つと敵が現れ接触するとバトルに突入するというものになっている敵が出現すると時計のアイコンが表示されアイコンの針が回っていくと敵が動き出すようになり針が回りきると強制的に戦闘に突入する上に バトル途中のリスタートができなくなる。こちらから先に攻撃を仕掛けると、前作同様に先制攻撃となり、バトルが有利になる。針が回り切る前に敵から一定の距離を取れば、戦闘を回避できる。この変更は、事前に敵が見えているより敵が見えない方が、緊張感が出せる。という方針のためである。バトルシステム自体は、前作のシステムを発展させたものであり。 ATB ケージをストックして、リーダーのコマンドを入力していき、他のキャラはオートで行動する。バトル終了時には、HP 等が完全に回復し、状態異常も解除される。前作と異なりギルも入手できる。オプティマの名称は、海外版と同様のパラダイムシフトに変更され、さらにパラダイムごとに行動をバランスよく行う、ノーマル、一体の敵を集中して攻撃する。 クロス、複数の敵をバラバラに狙うワイドという3つの行動パターンを設定できるパラダイムチューンが搭載された。また、時折シネマティックアクションというカットシーンに移行するときがありその際はボタン入力をすることになるがボタンの入力次第でバトルの展開が変化するようになっている。本作のバトルシステムは前作よりもスピーディーかつタクティカルがテーマとなっており 上記以外にも仲間の AI の行動の調整等も行われている。物語をある程度進めると使用可能になるモンスターを倒して、クリスタルを手に入れるとそのモンスターを仲間にすることができる新システム。仲間にしたモンスターはパラダイムに組み込むことで、最大3体までパーティーメンバーとして使用でき、パラダイムを変更するとモンスターも変わる。モンスターのロールは固定されており、 シンクロゲージと呼ばれるケージが最大まで溜まるとモンスターごとに効果が異なる必殺技を出すことができる。モンスターの成長パターンは様々であり、大気万世型もあればすぐに成長が終わるものもあるが、基本的には育て方次第でどんなモンスターも活躍できるように調整されている。仲間にできるモンスターの数に制限はなく同じ、モンスターを数回仲間にすることも可能。 当初はモンスタークリスタルを用いてアクセサリーを強化するシステムやモンスターにもロールの変更を可能とするシステムの搭載等も検討されたがいずれもユーザーにモンスターに愛着を持ってもらうという方針から外れてしまうという意見から没となった。ファイナルファンタジー13クリスタリウムも参照本作のキャラクター成長は前作と同様にクリスタリウムを用いるが 本作では、ノエル、セラとモンスターで成長のさせ方が異なる。ノエルとセラは、前作のキャラクターと同様、バトルに勝利することで得られる CP を用いて成長させていく。しかし、前作と異なり、すべてのロールを一つのクリスタリウムで成長させるようになっており、クリスタリウムのレベルアップ時に解放されるボーナスを任意で選ぶようになっている。 モンスターの成長は CP ではなく専用のアイテムを用いて行い、後半になるほど貴重なアイテムが大量に必要になる。クリスタリウムで育てたモンスターのアビリティを継承させたり、モンスターに名前やデコレーションアイテムと呼ばれるアイテムを付けて自分好みにカスタマイズすることができる。アビリティを継承させる場合はロールが同じモンスター同士であれば、アビリティも引き継ぐことが可能である。 ロールが異なる場合はアビリティが引き継げないが特殊なアビリティを取得することがある。どちらの場合でも継承元となるモンスタークリスタルは失われる。デコレーションアイテムをつけたモンスターは外見は変化するが能力は変化しない。これはデコレーションアイテムで能力が変化するとユーザーが強いデコレーションばかりつけてしまい個性がなくなってしまうという考えのためである。前作同様。 装備品として登場するのは武器とアクセサリーである。本作の装備品は改造で強化した前作とは異なり、ショップで入手したり、フィールド上のトレジャーから入手していく。本作のアクセサリーはアクセサリーごとにコストが設定されており、キャラクターの装備能力を上回るように装備させることはできない。前作同様、アクセサリーと武器を特定の組み合わせで装備すると、 連鎖アビリティが発生することがある。本作の物語はゲートと呼ばれる時空移動装置を用いて時空を越えて進んでいき、同じ場所でも時代を変えることで全く違う風景になることもある。またゲートを一度とじ再度開くことで物語をやり直すことも可能。ゲートは専用のオーパーツを使わなければ開けない黄色と消耗品のワイルドオーパーツを使わなければ開けない。 青色の2種類が存在する。また、ゲートを閉じるには、リバースロックというアイテムが必要。各時代には、パラダイムシフトによるパラドクスと呼ばれる異変が生じており、物語はその異変を解決することによって進展していく。スタッフの試算では一つの時代の物語は3時間程度で終わるとされており、これは、忙しい人にも配慮した結果とのことである。 シリーズおなじみの黄色い鳥、本作でもギザールの野菜を与えれば乗ることができる。本作では、通常のチョコボの他に羽毛が赤く尾の部分だけ青い、突然変異種の暴れん坊チョコボも登場する。暴れん坊チョコボは乗っている間ギザールの野菜を食べ続け、ギザールの野菜がなくなると放り出されてしまう。バトルシステムにモンスターの刺激が追加されているので、バトルして、 チョコボのモンスタークリスタルをゲットするとチョコボが刺激できるようになる。ちなみに言うとバトルチョコボは黄、赤、青と多種類いるのでゲットする価値はある。他にも何色かはある。全部ゲットするのは人の好みである。各色につき3匹までゲットできる。ファイナルファンタジー13用語も参照カをス世界を侵食しモンスターを出現させている。 謎の存在。カタストロフィ前作のストーリー部分に付けられた事件名。AF 前作のストーリー終了後に新たに使用されるようになった暦の名称。AF とは、アフターザホールの略称で第三次は免れたとはいえ、国運が天から落ちた事実は変わらないという意味で命名された。アカデミー AF3 年頃に、旧機兵隊のリグテタイとホープの父バルトロ名。 エストハイムが設立した公的研究機関。設立当初は人の手による歴史を科学の力で作り出すための株的な機関であったが、各地の遺跡の発掘、調査やロストテクノロジーの解析等を行い、新技術を次々と生み出していき、AF10 年頃より社会の統治機関へと成長し、AF400 年には政府から あらゆる権限を異常された正式な統治機関となっている。シムクロ前作と同様のるシの心が絶望に塗りつぶされた際に変貌したシムクロに加え、ルシが変貌したものではない新たなシムクロも登場する。パラドックス各時代に起こっている異変の総称。時読みの巫女神リンゼと女神エトロが生み出した世界で最初の人間の転生体。 未来の出来事を見るエトロの瞳を持つが歴史に対して中立でなければならないという起きてから干渉することは禁じられている。どの時代にも同じ姿、魂を持つ少女として生まれ、ユールという名を持つ。時読みの一族はるか昔、未来を見る力を持つ時読みの巫女、ユールを中心として都市、パドラを設立、発展させた一族。発展後、魔獣、 ウガルルムを封じるために、当時のユールが禁じられた歴史への干渉を行った。あと、予言の悪用を目論む者が現れて内乱が起こった。ためパドラを離れ、放浪の民となった。エトロの瞳女神、エトロの力に接して強い混沌の力を抱えた、者が持つことがある力。未来を見ることができるがその代償として、命が削られてゆく。 エトロの瞳の力は所有者の意志とは関係なく、発動するため所有者であるユールは幼くして命を落としており、故にカイアスはこの力を呪いと称している。守護者としばらく役者守護者は時よみの御子を守る戦士のことであり、しばらく役者はその中で最も強いものがなるルシの名前である。混沌の心臓、氏としての使命を果たしたカイアスにエトロが与えた心臓であり、 エトロの分身でもある。カイアスに不死身の肉体を与えている源であり、カイアスの器を下回ったものが、カイアスを倒せば心臓はそのものに引き継がれ、上回ったものであれば、カイアスにとどめを刺すことができるがそれは同時に、エトロの死にもつながる。本作では、FF シリーズ初のマルチエンディングが採用されており、FFX-2 のエンディングのような、 ノーマルエンディングとシークレットエンディングのような分岐性ではなく様々なエンディングに分岐し、中には過去の世界を描いたエンディングもある。各エンディングの解放条件はゲームをプレイしていると大体はわかるようになっているが解放するに流行り込むことが必須とされている。ただし本作におけるマルチエンディングはノーマルのエンディングを見た後の2週目以降のプレイで、 本編では倒せなかったボスを倒したり、本編で選べなかった選択をしたりした場合の、イフ展開を体験するパラドックスエンディングであり、本筋となるエンディングはノーマルエンディングと、その補足となるシークレットエンディングしかない。さらにノーマルエンディングは最後に、to b e-continued と表示されるクリフハンガー展開となっているがこれは、本作は全体的に本編中で、 すべての謎が明かされないことで世界観を広げていくものが多い海外のテレビドラマを意識しており物語がまだ続くかもしれないという意味を示唆しているという意味である。エンディング後に他た作品のようにタイトルに戻るのではなくヒストリアクロスに戻るのはバルハラからまた歴史は繰り返されるのでプレイヤーに異なる歴史を探し当ててほしいという意図によるものである。パラドックスエンディングは プレイヤー自身が物語を紡いでいく実感を得て欲しいという意図で実装され、その内容はコミカルなものもある。これはノーマルエンディングがシリアスな終わり方となっているため、その差を出したいという方針によるものである。時の欠片と呼ばれるものであり、本作の収集要素の一つ。ただ、物語を進めているだけではほとんど入手できず、ミニゲームや NPC から受けた。 依頼の報酬などとして入手する。全部で160個あり集めていくことでザナドにおいて新たなスキルを開放し入手することができる。本作のダンジョンの一つで一筆書きの要領で全てのクリスタルを集める、消える床、同じ色、形のクリスタルを結ぶ、クリスタルの絆、数字を消していく、時計盤の針の3種類が存在する。 ストーリー上必ずクリアしなければならないものもあるが、それらは比較的簡単にクリアできるようになっており、必ずしもクリアする必要のないものの中には難易度の高いものも存在している。このシステムが導入された理由は、前作の不満点の中にダンジョンの数が少ないという意見があったためである。本作では前作にはなかったカジノ等のミニゲームがあり、専用効果である。 カジノコインをギルで購入することで遊ぶことができる。本作のチョコボレースはただコインをかけて、観戦するだけではなくチョコボを仲間にしていればそのチョコボをレースに参加させることも可能でその場合はスタートダッシュ等の介入を行うことが可能になる。レースに参戦したチョコボの強さはチョコボのレベルや取得しているアビリティによって変わり、またレースに参加中のチョコボは引き取らなければ、 バトルメンバーに加えることはできない。概要説にあるように本作はマルチエンディングであるため、本説では生死となるノーマルエンディングのストーリーを記載する。前作、f f x イの物語が終わってから3年後のある日、主人公、セラ・ファロンが住むグランパルスの開拓村ネオ・ボーダムが突然謎の魔物の襲撃を受ける。そして魔物がセラに襲いかかろうとしたその時、 ノエル・クライスが現れ彼女の危機を救う。魔物を知りけ、ノエルがなぜここに現れたのかセラが尋ねるとノエルは、自分が遥か未来、国運が地上に落ち、世界が滅びゆく中で生まれた最後の人間であるという、こと、この世界とは違う世界、バルハラでセラを除く、誰もが死んだと思っているセラの姉ライトニングとあった、こと、様々な時代に、パラドクスと呼ばれる異変が起こっていることを伝える。 この話を聞いたセラは自分の中にある皆と違う記憶が正しい記憶であるとの確信を持つ。ライトニングは前作の物語が終了した直後に失踪し、セラを除く。誰もがその時の会話すら覚えていなかった。セラは姉との再会を望み、ノエルと共に時空を超える旅に出ることを決める。時空を超える旅の過程でセラは婚約者スノーや姉の かつての仲間ホープと再会し、ノエルと共に、時に彼らの力も借りつつ、パラドックスを解決していくがそんな彼らの前にカイアス、バラットと名乗る、謎の男と、女神エトロが与えた未来を見る力、エトロの瞳を持つユールと名乗る、謎の少女が現れる。カイアスはセラたちを、自らの目的の邪魔者とみなし、幾度となく襲いかかってくる。時空を越える旅の末、セラはついに、 ライトニングと再会を果たす。再会したライトニングは、時空の異変はすべてカイアスが引き起こしていること。カイアスの目的は、ユールを救うことであり、彼女の持つ時読みの力が発動しないように世界を作り変えるために、国運の落下による大量虐殺で異なる世界への門を開き、強大な闇の力をこの世界に引き入れることで、 生死や時さえも無意味な世界を作り出そうとしていることを語る。セラとノエルはカイアスを止めるためライトニングと分かれて国運落下直前の時代へと向かう。セラとノエルは首都の末についにカイアスを倒して国運落下直前の世界に戻り、ホープたちが作り上げた新たなる国運の浮上を見届ける。だが、その直後、セラにも与えられていたエトロの瞳が発動し、 さらにカイアスに与えられていた女神、エトロの心臓、混沌の心臓が消失したことで、女神エトロが消失し、エトロが抑え込んでいた闇の力がこの世界に解き放たれる。下記の他に NPC も多数登場し、ストーリー上の情報収集は主に NPC との会話を通じて行う。セラファロン21歳、164センチメートル星、隅最古。 ローラベイリー本作の主人公の一人、ライトニングの妹、モーグリを弓や剣に変形させて戦う。前作の戦いが終わってからはネオボーダムで教師をしており、パラドクスの影響によって周囲が死んだ、もしくはクリスタル化したと思われているライトニングの生存をただ一人信じており、その記憶も持っている。物語開始後にノエルと出会い、 ライトニングと再会するために彼と共に旅立つ。彼女が主人公になった理由は、前作ではすぐにクリスタルになってしまったので今作では、ぜひ立たせてあげたかったという考えからである。ノエル・クライス18歳、185センチメートル星、岸尾大介、ジェイソン・マースで本作の主人公の一人、セラの前に現れた謎の青年で、ハンターとして魔物を買って生活していたため、 人を守るという意志が強く、スノーとは違った男気を持つキャラクターである。その正体は、FF13 から700年後のはるか未来、人類が滅亡する寸前の時代から未来を変えるために過去に遡ってきた最後の人類である。時空を遡る過程で、ライトニングと出会い、彼女の申し出を受けて、セラの元へと現れる。 パラドックスの影響で記憶が曖昧になっているが、物語を進めると、その記憶が戻っていく。FFX3 のキャラクターでは白を連想させる名前をベースとしており、ノエルという名前は雪、祈りといった意味を込めて名付けられた。新たな主人公が設定された理由は、前作のことや世界のことを何も知らないキャラを主人公とすることで、同じく世界のことを知らないプレイヤーも、 感情移入しやすくなると考えられたためである。また、性格は前作のユーザーに男性が多かったため、男性が共感できるようなキャラクターにしたいという考えの下で設定された。ちなみに、好物は肉なら何でも。その中でもアダマンタイマイが一番らしい。モーグリモロ諸星スミレ、アリエルウィンターシリーズおなじみのキャラクター。本作では、 ライトニングの使いとしてノエルとセラの旅に同行し、様々な手助けを行う。本作ではパーティーに同行するマスコットキャラクターなので、赤子から幼児というイメージでデザインされており、従来にはなかったクリスタルと時計を持っている。高橋の提案により、諸星スミレがファイナルファンタジー霊式に続いて声を当てている。鳥山によると、前作での役割が、 ショップの看板のようだったのが心残りだったので、本作では出したかったので出したが、システムの根幹に関わるとまでは思っていなかったとのこと。ライトニング、エクレール・ファロン21歳、171センチメートル生坂本マーヤ、ありひらす前作の主人公。ライトニングという名は本名を封じるために使用している。前作の戦いが終わった後は、他の人物の前から姿を消し、 パラドックスの影響によって、セラを除く、誰もが死んだと思っているが、実際は、女神エトロから力を授けられ、エトロのいる都市バルハラを守る騎士として、忠実な僕、オーディンと共に人知れず、戦い続けている。本作は、ストーリーのテーマ以外に、彼女が二度目の生を得るという部分も、テーマとなっている。前作のモチーフは主にバラだったが、今作では、より神に近づいた存在。 よりファンタジー風な衣装ということで羽がモチーフとなっているが、高貴さや上品さは残されている。今作では前作とは違うタイプの変形式の剣を使用する。本作では主人公ではないが物語の重要な鍵を持つキャラクターとなり操作する場面もある。ライトニングの本作の衣装は担当した上国勇が試行錯誤の末に野村から渡された羽と、 不思議なイメージでという注文の下で描かれており、そのため、まとっている甲冑に必要な部分が描かれておらず、本来の甲冑ではありえない構造となっている。カイアスバラット年齢不詳、百195センチメートル超えから、白熊、監視、リアム・オブ・ライエン本作制作発表時のムービーで、登場した謎の男性。黒い変形式の剣を持ち、召喚獣バハムートカオスを刺激する。 ストーリー上では、ライトニングと対立する。ノエルたちの前にユールと共に現れる。ノエルとは、面識がある。衣装は、バハムートをモチーフにしたものとなっている。パドラヌスユール14から17再生、イセマリア、アンバー、フットノエルとセラの前に現れ、カイアスと共に行動する少女。目視戦争時代に新託を残したと伝わる巫女と。 同じ名前を持つが正体は謎に包まれている。スノービリアース24歳、200センチメートル生。小野大輔トロイベーカーセラの婚約者。タイムパラドックスの影響で、国運落下後に、ライトニングは、クリスタル化したと思っていたが、それから1年後に姉は生きているというセラの言葉を、信じて、自らの婚約ペンダントをセラに託し本編の2年、前にライトニングを探しに旅立つ。 物語の途中で、スノーにとっては、セラとは2年ぶりの再会を果たす。また前作同様、左腕には、パルスのルシの楽園が刻まれている。ホープエストハイム24から27歳、180センチメートル生。カジユウキ、ビンセント・マーテラ前作から10年後、24歳となった未来の世界では大人びた姿で登場。アカデミーのリーダーを務めており、 セラーたちが時空を超えていることも知っている。アリサザイデル19から27歳生、ヒカサヨウコ、キムマイゲストアカデミー研究員の一人。明るく魅力的な外見からアカデミーのアイドル的な存在。しかし研究員としても有能で、ホープの補佐役を務めている。ガド二24歳、192センチメートル生、佐藤義和、ザック・ハンクス前作にも登場した。 ノラのメンバー。ネオボーダムを取り仕切っている。レブロ22歳、168センチメートル生朝川優、アンディ・マカフィー前作にも登場した、ノラのメンバーの一人。彼女はセラに、ライトニングは死んだと告げる。チョコリーゴエ上田聖子、ジュリーネーサンソンショップの役割を担う行商人。彼女も時を超えることができ、ノエルとセラの行く先々に出没する。彼女からは、 通常のアイテム、武器、アクセサリー、モンスター育成用アイテム、掘り出し物の5つのカテゴリーに属する商品を買うことができる。カーニバル時に身にまとうような衣装を着込み、ノリのいい口調をしている。彼女の外見は、ノエルやセラと同様にいろんなところに出没し、なおかつ一目でわかるような外見にしたいと思った結果である。ファイナルファンタジー13世界観も、 参照前作では一度行った場所には、グランパルスとセーフシュトエデンの一部を除いて戻ることはできなかったが、今作では戻ることができる。探索要素も前作より強化され、前作では一部の箇所でしかできなかったジャンプがより、自由にできるようになったり固定されていなかった、ナビマップが北向きで固定されている。本作ではストーリーを進めると歴史が改変され、 改変された後の時代と前の時代、両方が登場するマップがあり、同じマップでも複数の年代にまたがって描かれている。本作の世界観は前作でベースが描かれているため、より普遍の謎に向かう物語として方向性を変えて作成されている。前作の主な舞台となった球体上の世界。現在はグランパルスとの間にできているクリスタルの柱に、 かろうじて支えられているが内部は激しく損壊しており、ファルシュの力も失われているため支えられている状態を維持することすら困難な状況である。多くの住民は国運の再建のためにいそしんでいるが一部の人々はグランパルスへの移住を行っている。サンデス水峡国運内でかつて政府が自然環境保護区として管理していた水橋。現在は木々が自然に曲がりくねり、 自然ごとに変化する様になっている。前作でもう一つの物体となった世界。前作の時点では人は見当たらず、モンスターや死袋が至るところに徘徊していた。現在はノラのメンバーを中心として、国運の人々の移民、開拓が行われているが安定した生活が送れる状況には至っていない。ネオボーダムノラのメンバーを中心として、グランパルスに新たに作られた居住地。 アルカキルティ大平原前作では最大級の広さだった平原。本作ではハンターたちのキャンプと天候を操作する装置が設けられており、装置を作動させて天候を変化させることで様々な変化を起こすことができる。ヤシャス3前作では物語の進行上必ずしも行く必要はなかった山。本作ではアカデミーが遺跡の調査、発掘作業を行っているが、 パラドクスの影響で起きるはずがなかった日食が発生している。前作で謎だった遺跡の謎を解き明かすことがコンセプトとなっている。アガスティアタワーアカデミーがとある計画のために建造したタワー。世界中から様々な情報が集められ、様々な研究者が滞在している。アカデミアエデンに代わるパルスの新たな首と、ファルシに頼らない世界の創造を目指す。 アカデミーの主導のもと、高度な技術が駆使された、情報都市であるが一方でファルシラ式ものの姿や、ク袋も出現している。女神エトロが住むとされる世界。この世界では召喚獣が普通に存在しているためるしの力を使わなくても召喚獣を刺激することができる。本編の世界とは違う世界の天空に浮かぶ、娯楽都市。内部にはカジノがありスロットや、 チョコボレース等のミニゲームを楽しむことができる。なお、FF シリーズに娯楽施設が登場するのは FF7 のゴールドソーサー以来であり、ユーザーの間でも FF シリーズの娯楽施設イコールゴールというイメージが強かったため内部のカメラワークの一部、等はゴールドソーサーのオマージュとなっている。音楽は前作の浜渦正氏の他に、 水田忠と鈴木光人の2名も担当している。ゲストボーカルに、オリガ、コキア、フランシス・マヤ、ジョエル、本田道代、チヨ、小 HG を招いており、前作の音楽も数多く使われている。今作のサウンドトラックは、海外のゲーム音楽メディア、オリジナルサウンドバージョンが毎年開催している、オバスタティアワーズで2011年度のサウンドトラック、オブ・ザ・イヤーを受賞した。 本作では、FF シリーズ初となる、ダブル主題歌となり、XBOX360 版と北米、欧州で発売される PS3 版の主題歌に、シャリースが日本を含むアジア地域で発売される PS3 版の主題歌に、福井舞が起用された。主題歌はどちらも同じ曲を原曲としつつも、歌詞とアレンジが異なっており、北瀬はこれについて、福井には、 本作のテーマの一つである復興と再生をイメージしながら情感を込めてシャリースには心に突き刺さるように意識も力強くそれぞれ歌ってもらったと語っている主題歌を担当した両者はそれぞれシャリースはこの話を聞いた時は夢かと思ったと福井はこんなチャンスを与えてもらったことを嬉しく思うとコメントしている主題歌がダブルとなった理由は 前作と違う仕掛けをしたかったので国内版、海外版のアーティストを同時に選び、同じメロディーの曲を、それぞれの形で歌ってもらいたかったためであり、機種で、主題歌が異なっているのは、その延長である。XBOX360 版、北米、欧州地域 PS3 版テーマソング、ニューワールド、アジア地域 PS3 版テーマソング、約束の場所本作の正式な開発プロジェクトが、 立ち上がったのは2011年3月に前作の海外版が発売された後であるが、鳥山は前作のバトルシステムが完成に近づくにつれて、このシステムを一作だけで終わらせるのは惜しいと思い、思えばその時からなんとなく続編の構造は持っていたのかもしれないと語っている。また鳥山は前作でセラという人物を描き足りなかったとも思っており、そのためセラが主人公となることは、 当初より想定されていた。その後、話し合いを重ね、男性が共感できるキャラクターが欲しいという意見から、もう一人の主人公であるノエルが登場することとなった。本作は、ストーリーを物語主導からプレイヤー主導に変える、バトルシステムを戦略性を上げたものへ改良する、DLC や小説等、他のメディアへの展開も含めた広がりのある作品に、 するという3つのコンセプトを軸として開発され、特に、ストーリー部分については、シリアスな部分は、良い評価をいただいていたが一本堂だったのが、残念という意見が多かったため、シリアスな部分は残しつつもプレイヤー主導に変えていくと、し、本作を開発するにあたって一番の目標となった。本作のストーリーが、タイムトラベルとなったのは鳥山が、長いスパンの歴史を描きたいという思いがあり、 また、前作のストーリーから続いている物語だと、わからないようにしたかったため、いきなり違う時代の物語を描くことができる、タイムトラベルものにしたい、という思いを持っていったためであり、このことを聞かされた北瀬は、ゲームのボリュームが、肥大化しすぎたり物語の整合性が取れなくなったり、するのではないかという懸念もあったが、鳥山の中にすでに物語の構造があったため、 様子を見ることにしたと語っている。ストーリーの内容は他のタイムトラベルものとは違う要素を取り入れたかったので、普通のタイムトラベルとは逆の要素を組み込んだほか、各地の謎を追う位置は完結式のミステリーのような構造にすることで前作を知らない人にも楽しめるものになるという思いから作られている。ストーリー以外の要素では、前作ではフィールドでの遊び要素が足りなかったのと、 逃亡劇ということから街の人たちと接する機会があまりなかったという点を反省し、トレジャーボックスやフラグメント、時の迷宮といった探索要素が組み込まれ、街の人たちとの会話にもかなりの力が入れられている。バトルシステムは前作で完成した部分から、さらにもう一歩をどう踏み出すかに試行錯誤し、最終的に仲間モンスターへの深い愛着を持たせていくという。 方針のもとでモンスターを仲間にするシステムが採用され、さらに愛着を深めてもらうためにシンクロドライブやアビリティの継承、デコレーションや成長要素等が組み込まれた。前作と異なり本作は開発初期から様々なアドバイザーを配置し、意見をフィードバックして開発されている。これは前作でアドバイザーから意見を募ったのが開発終盤であり、 意見のフィードバックが十分にできなかったのを反省してのことである。また、現在人気を集めているソーシャルゲームが人気の理由はある程度の完成度に達した時点でユーザーにプレイしてもらい、その意見を反映していくことにあると思うので自分たちもそうするべきだ。という考えからスケジュールにユーザーテストが組み込まれており、バトルシステム等にユーザーテストの意見が反映されている。 前作にはなかったダウンロードコンテンツが実装され、コスチュームやアイテム、仲間になるモンスター等が配信される。特定の品物にプロダクトコードが付属している。基本は有料だが、無料配信のものもある。発売前のインタビューで、プロデューサーの北瀬とディレクターの鳥山は、発売後も、まだまだ f f 1 3には続きますので、今後に期待してください。 DLC は発売後も作り続けていくとコメントして未発表の DLC の存在を明らかにしており発売後のインタビューでは本編を補完するダウンロードコンテンツの配信も考えているとしている2012年5月15日の配信で今作の DLC 展開は終了したアイテム武器コスチュームコロシアムバトル追加シナリオ追加シナリオとして キャラごとのサブストーリーを DLC か続刊の小説フラグメントアフターで発表していく。アリサの行動の経緯は、ホープ編で、スノーが再び、ルシュとなった経緯など幕合いの物語は、フラグメントアフターで明かされた。2013年7月18日に発売。ダウンロード版も発売があり、パッケージ版より2日、早い2013年7月16日に配信。 2013年7月18日パッケージのアルティメット出版と発売後に配信されたダウンロードコンテンツと FF13 からに公式サイトで公開されたロストレポートを収録したディスクをセットにしたパッケージファイナルファンタジー13-2デジタルコンテンツセレクションを発売ダウンロードコンテンツのみの配信ファイナルファンタジー13-2 追加コンテンツセレクションはダウンロード版 FF13 から2と同じく7月16日から配信開始。発売前のゲームを対象とした日本ゲーム対象2011フューチャー部門において受賞作の一つに選ばれた。前述のプレイアブルに参加したユーザーからは新要素をいろいろと見られてよかった。シネマティックバトルは最後まで気が抜けないのが面白い。 というような好意的な意見が多く寄せられており、発売後もユーザーの間では、新システムはおおむね好評であるとされている。各種ゲーム雑誌では、電撃、プレイステーションのバイヤーズガイドでは、前作より、さらに発展したバトルが面白い、やり込み要素が多く、飽きさせない、オートセーブや難易度調整等初心者へのフォローもある、といった点が評価され最高ランクの S を記録している。 週刊ファミ2のクロスレビューでは、バイヤーズガイドと同様のやり込み要素の評価に加え、前作の不満点を解消している、グラフィックや、世界観が相変わらず見事に作り込まれているといった点が、評価され満点の40点を獲得し、プラチナ殿堂入りしている。ファイナルファンタジー30-2、オリジナルサウンドトラック2011年12月14日、 発売の本作のサウンドトラック2011年9月26日、閲覧。ボーナス DVD 付きの初回限定版が発売された。ファイナルファンタジー13-2ワールドプレビュー2011年12月1日、発売。本作の裏設定やスタッフ、主題歌担当歌手のインタビューなどが収録されている。編集執筆有限会社東京テキスト。 小説ファイナルファンタジー30-2フラグメンツ美法2011年12月15日発売の書き下ろし小説本本編開始前のエピソードが語られる著者英島純玄安、鳥山もとむ渡辺大輔。セラ a f シレイの記憶ニューボーダム a f 3年までの物語スノー旅立ちのエピソードリグディアンド・バルトロメイ 臨時政府の樹立とアカデミー創設費は、ノエル、字の果ての方向。ファイナルファンタジー13-2ポストカードブック2011年12月15日、発売。本作のキャラクターのイメージ CG とイベントカット、キャラクター解説を収録した本。製作スクウェアエニックス編集部。ファイナルファンタジー13-2シナリオアルティマニア2012年1月31日。 発売。製作スクウェアエニックス編集部。本作のシナリオ、イベント部分を中心に解説した攻略本。ファイナルファンタジー13-2バトルアルティマニア2012年1月31日。発売。製作スクウェアエニックス編集部。本作のバトル、召喚レード部分を中心に解説した攻略本。ファイナルファンタジー13-2 オリジナルサウンドトラックプラス2012年5月30日発売製品版では使用されなかったバージョンや DLC で使用された楽曲が収録されるファイナルファンタジー1 3にアルティマニアオメガ2012年6月21日発売製作スクエアエニックス編集部ストーリーの詳細の考察や設定資料 DLC 情報の解説や声優への Q&A A など、小説ファイナルファンタジーナス2フラグメンツアフター2012年6月21日発売の書き下ろし小説本。本編開始前のエピソードが語られる。著者、A 島純玄安、案、鳥山もと渡辺大輔。ライトニング、エトロの神殿で女神を守る騎士となるまで、2B コンティニュード DLC ライトニング、スノー、夢の中、ライトニングとの再会。 再び、ルシになるまで、2B Continued DLC s n o のアリサ、運命に翻弄された死人の嘆き、ノエル、ユール、カイアス。友達との大切な記憶、ユール、地の寂い恋人の願い。同一あるいは類似した出典が、複数の書籍、雑誌に記載されている場合は、最も早く確認できたものを記述。ウェブページと書籍に表記されている場合はウィキペディア。 出典を明記するに従って、両方を記述する。ソースを明確にするため、通常記事と開発者発言については別記載とする。複数号からの出典があるものに限り、号数を含め記載。ありがとうございます。